OK。 村上さん、こんにちは。先週のズームで花金、どんな感じでしたか？そうですね、まあいろんな人が来てくれて楽しかったですよ。それは良かったですね。ラジオ体操の部屋では何か面白い話題が出ましたか？あ、実はね、先週は僕ラジオ体操の部屋に行けなかったんですよ。とっても残念です。あら、そうなんですね。私も参加できなくて残念でした。次回一緒にラジオ体操の部屋で話しましょう。そうですね、話すだけじゃなくて一緒に体操もしましょうね。一緒に体操を楽しみながらもっと仲良くなれると思います。楽しみにしています。明日も金曜日ですけど、花金に来られますか？はい、明日の金曜日は予定が空いているので花金に参加できます。楽しみにしています。村上さん、ありがとうございます。いたしまして、村上さん。明日のズームで花金でお会いできるのを楽しみにしていますね。それではまた明日。OK、じゃあ今度は次のもうちょっとカジュアルなやつをやってみましょう。簡単句。え、ネットワークエラー。ちょっともう一回。OK。よう、お前、最近どうしてる？まあ、ぼちぼちやってるよ。そうか、よかった。ちょっとせわしかったけど、今週末はどっか遊びに行かねえか？そうそう、今週もね、ズームで花金に行くからお前も来いよ。おう、それいいな。もちろん参加するぜ。どんな感じでやるんだ？最初に乾杯の温度っていうのが30分あってね。そりゃ面白そうだな。乾杯の温度で30分も盛り上がるってちょっと変わったイベントだね。楽しみだわ。あとはどんなプランがあるんだ？あとはね、ズームなんでブレイクアウトルームに分かれて、で、そのそれぞれの部屋でみんながその部屋のトピックについてね、いろいろ話したりするわけよ。って何だろう、まあ、ブレイクアウトルームでいろんなトピックについて話すのは面白そうだな。たくさんの人と知り合えるし、いろんな話題も聞けるね。それじゃあ、花金の日に時間は何時から始まるんだい？日本時間だと夜の9時からね。了解。夜の9時からだね。それじゃあ、その時間になったら俺もズームに参加するよ。楽しみにしてるぜ。お前とまた久しぶりに話せるのも嬉しいな。そうだな、俺もお前とまたくだらないこと話すのを楽しみにしてるよ。まあ、
話も友達とすると楽しいもんだからな。それじゃあ、花金にまた会おう。楽しみにしてるぞ。OK。じゃあ、その時まで待ってるよ。お前も今週1週間頑張ってね。花金で会えるのを楽しみにしてるぜ。はい、こんな感じでした。GPT-4 なんですけど、これね、GPT-3 よりちょっと、自然になったかなっていう感じがしますね。スピードはちょっと遅いですけどね。はい、以上でした。